こんにちは。この間ね、知り合いの娘さんから、その子はね、すごくね、スチュワーデスになることを夢に見てて、で、それに対してすごい努力をして勉強して頑張ってたんだけど、今ね、このコロナの時代、もうスチュワーデスの採用がゼロ、まあ、全世界的にゼロということになってしまって、まあ、どうしたもんかというので困ってるのに、まあ、どうアドバイスしたらええんかなみたいなのを考えてたんだけど、全然答えがなくて、まあね、先がわからんから、まあどうしたもんかなっていうとこなんやけども、まあアドバイスできるって言えば、まあ専門学校とか大学院とかに進学して、まあ2年とかっていうのはありかなとは思うけどね。他、まあ違う職業に就いたとしたら、またそれやめて CA になるとか難しいやろうしなっていうのをね、考えてて、すごく答えないなっていうね。ほんと航空業界、特に飛行機は今もう潰れていってるところもバンバンあるし、この先どうなんやろうね。